そしてラジオネーム、はい、トゥーバンプさん、はい、そろそろ買い替えなければいけないものはノートパソコンです、はい、今使っている MacBook Air は、うん、あーちゃんの芸能活動と同じく14年目になります。随分使ったね。Windows に比べて長持ちすると言われている Mac ですが、こんな長く使えるのはある意味脅威ですよね。動画の編集やあまりやりませんが、写真の加工はほとんど iPhone でやってしまうので、使えるうちは使おうかとも考えています。もちろんあーちゃんの活動を記録した映像がなくならないように、クラウドへのバックアップと外付けのハードディスクの保存をしています。だからあんちゃん安心してくださいねというメールです。ありがとうございます。よかったです。なるほど。確かに買い替えとかするとね、はい、あれですよね、バックアップとかしなきゃいけないですもんね。そうね、そうね、バックアップ大変 ね。そうですよね。なくなっちゃうと困るもんね、せっかく取ったのに。ねえ、皆さんは聞こえていますかね、うん、電話の音が。あ、すいません。あ、特に電波には乗ってなさそうですね。あ、そうですか、よかったです、はい。まあでも14年もさ、はい、このパソコン使えるなんてなかなかだよね。このパソコン買い替えたいもん今年。あ、ゆとかさんの買い替えたいものは、うん、パソコン。おー、多分もう7年目ぐらいに入るから、やっぱ当時のその当時そんなに悪くないの買ったんだぜ、はいはい、速度的にも、うん、まあまあなやつ買ったはずなのにさ、もう今のいいやつと比べるとさ、ほんとマジ10分の1ぐらいしかパワーがねえみたいなさ、そんな進みますっていうさ、うんうんうん、明らか数字が違うじゃんみたいな、うんうんうん、それ買い替えようかなと思いますね。それが7年ですもんね。買った7年よ。じゃあ、トゥーバンプさん倍ですよ。そうだね、14年だから、まあ、とか。いやでも今相当いいの出てるからな。あ、うん、じゃあ、豊さんもトゥーバンプさんも今年はパソコンを、せやね、買い替えられるといいですね。買い替えようかな。うん、ここで宣言すればもう買い替えられますよ。なんか踏ん切りがつかないじゃないですか、どうしてもこう。じゃあ言わない。じゃあそこまでなんだろうな。なんか、だって高いんだもん。高いですよね、はい、お金をください。それはね、はい、ですって、皆さんぜひ豊さんに募金を、はいはい、募金を。いや、そんなんで募金が俺集まったらもうあれだよ、ノートに送っちゃうよ。そんなんで集まるぐらいならね、本当ですよ。俺のしょうもないパソコンなんか買ってもしょうがない。本当に反省してください。すいません、はい、失礼しました。それではまたすぐお会いしましょう、はい、今日も元気よくいってらっしゃい、うん。